はい、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。いよいよですね、シーズンまであとわずかになってきて、ようやくのぞみ号完成しました。で、今日はですね、そののぞみ号の乗る方も今シーズン初めての方もいらっしゃると思いますので、ちょっと船の説明をしていきたいと思います。来島される前にね、どんな船かっていうのを想像しながら来ていただくとまた楽しいんじゃないかなと思いますので、じゃあちょっと行ってみましょう。こちらのスペースが皆さんが基本的には休憩していくようなスペースになってきます。船の移動中とかね、骨椅子とかに座りながら休憩したり、あとはタンクが下の方に入っていたりして、で、皆さんの機材はこの真ん中にセットされたものが立てていくっていうような感じですね。エントリーに関してはこちらから2名ずつ、ジャイアントストライドエントリーっていうような感じになります。一番下の段まで降りてもらって、ここからドーンと入っていくような感じですね。ラダーが2本こんな感じで下ろされますので、エキジットはこのラダーからエキジットしてもらえる感じです。船の右サイドから先行ロープが下ろされますので、先行ロープが必要な人はエントリーしたら右サイドへ行って先行ロープで先行していくというような感じになってきます。船のサイド側にウェイト類が置いてあります。船内ドライスペースになってるんですけど、皆さんの手荷物とか濡れちゃいけないものは中でお預かりするような形ですね。あとはウェットスーツが濡れてない時、冬場の寒い時なんかはこちらの移動中も中を使ってもらって大丈夫です。トイレが中にあります。で、トイレ行かれる際はこのまままっすぐ入っていくんじゃなくて、サイド側のドアから入っていきます。こっち側ですね。ここにサイド側に入れるとこがありますので、こちらから入ってもらって、階段降りた左手側にトイレがあります。こちらがトイレになってます。まあ便座を上げて使ってもらったら、流すボタンは便座の左上にあるような感じですね。このボタンが流すボタンになります。今ちょっと表記が取れちゃってるんですけど、後でこれはつけておくような感じにしましょう。で、出てきたら、こちらに消毒剤があったりしますので、便座の消毒とか手の消毒とかしてもらうような感じですね。で、船内の奥の方になってくると予備機材が全部揃ってます。フィン、BC、ウェットスーツ、そしてレギュレーターですね。それからライフジャケット。で、こちらにマスクとかね、全部予備機材が揃ってますので、もしなんか自分の機材が壊れちゃったりとか、レンタルの方はこちらで、準備していくような感じになってきます。一番奥のスペースですね、こちらのところに、まあ、酸素キットとか、酸素ボンベとか用意してますので、まあ、万が一の時はこちらが、処置室になっていくというような感じになってきます。じゃあちょっともう一回外行っていきましょうか。備品として、今置いてないんですけど、こちらにお茶が置かれます。寒い時はあったかい紅茶だったりとか、コーヒーだったりとかね、その辺がこちらに置かれてきて、で、あとは黒糖とか、この船ちょっとシャワーがついてないので、お湯を浴びたりするときに、こちらに真水とかお湯を準備して、この中で、こう尺が入ってますので、これで使ってもらうって感じですね。前はたらいだったんですけど、ちょっとすぐ冷めちゃうのでボックスに変えました。この船はね、2階座席もあります。ちょっと2階行ってみましょう。2階ですね。ここが基本的には僕が操船するとこなんで、こんな感じで僕は操船していて、まあ、GPS ですね。それから後ろこの横のスペースとか、僕と喋りながら移動したい人はこの横のスペースに来てもらえれば喋りながら移動できます機嫌悪いです操船中は。一郎の席もね、ここもこんな感じでくつろぎながら移動して気持ちがいい感じです。じゃあちょっともう一回下に行きます。ちょっと今度前の方行きましょう。船の前の方も、まあ、しけてる時はあれなんですけど、波が穏やかな時は前の方でも休憩できます。基本的には船の前の方でも休憩ができるんですけど、波が強い時なんかはね、ちょっと控えていただくような形なんですけど、まあ、こちらは船の係留ロープとかアンカーとかその辺が置いてあるような感じで、ポイントに着いた時なんかはここから、まあ、久木だったりこれから圭介だったりとかがここから飛び込んでロープでブイを取ってるみたいな感じですね。それは僕は上から指示を出すっていうような感じになります。失敗するとあそこから大きな声で怒られるような感じになります。はい、で、休憩していく時、まあ、手すりがありますのでこんな感じで休憩してっても全然ありです。それとか、まあ一番特等席は一番前になってくるんですけど、まあここも、こんな感じで落ちないようにしてもらえれば休憩もできますので、こっちのね、前の方はもう前方が見えるのでかなり気持ちがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっともう一回後ろに行きましょう。あとは皆さんのカメラ類ですね。結構大きいカメラ持ってきたりする人いると思うんですけど、カメラ類はこちらの船室の中のボックスが、ここにありますので、このボックスの中に入れてもらったり、あと大きいのがいっぱいあるときはこちらの方に並べていきますので、まあそんなスペースを使ってください。
で、こちらにはブリーフィングシートが置いてあって、で、こんな感じでブリーフィングが始まっていくというような感じです。ということでね、なんだかんだで結局1年ぐらい、この船をメンテナンスで時間かけてきたんですけども、まあ、エンジンもね、ほぼほぼ、フルオーバーホールという形で綺麗になって、船体もね、さっきが一生懸命ペンキ塗って綺麗になってくれてます。はい。まあまあ今年もこれでね、いよいよ始まると思うんですけど、明日からずっとこの船を外海に走らせて、少し漁業とかもしながら、ちょっと船の調整をしていって、3月1日から皆さんのご来島をお待ちしていくというような流れになってきます。これから皆さん、来た人はね、この船でのご案内になると思うんで、まあよほどのことがない限りはこの船になります。で、ちょっと船が、調子がやっぱおかしかったとかってなると、別の船になる可能性もあるんですけど、そういうことがないように、最後まできっちり整備していきたいなと思ってます。まあ船にもね、掲示してあるように、我々レジャーダイバーは海を楽しむことを目的とした一つのチームですと。ベテランもビギナーも若者もシニアもみんなで楽しくが基本です。ぜひみんなで協力して素敵で楽しい時間を過ごしましょうと。そのためにはスタッフは全力で皆様をご案内いたしますっていうような形で僕たちの目的がしっかりと掲げてありますので、それに向かって今年もスタッフ一同頑張っていきたいと思ってます。いよいよですね、3月は僕とキサキ2人での営業になるんですけど、4月1日からは新しいスタッフのケイスケを招き入れてね、また3人でタラマの海を突っ走っていきたいと思いますので、今シーズンもぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はね、こののぞみ号の説明ということで終わりにしたいと思います。じゃあまた次回。